皆さんこんばんは、吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座ご覧いただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、新型コロナウイルスに負けるな、家飲みでお花見気分。今回は少しでもお花見気分をお家で味わおうということで、なんと桜のお飾りを100円均一で買ってきました。品がないという方にはもう普段お世話になっているこのお酒のボトルの上に挿しております。そしてピンクのカーテンもご用意しました。これだけでもいつもと違ってお家で桜気分を味わえます。お花見に欠かせないのが、そう、日本酒、まあお酒ですよね。ということで今回はこの時期にしか味わえない季節限定の春酒を持ってまいりました。春酒っていう場合もあれば、春純米、そして春名古屋酒と名付けられた商品もあります。主な定義が合ってないようなもんなんですね、実は。なんですが特徴を少しご紹介させていただきます。まあ、桜を連想するようなラベルの華やかなボトルであったりラベルであることが多いです。酵母や麹菌が特殊なものを使っている場合もあります。さらに桜を連想させるような華やかな香りを感じられる商品もありますので、この時期にしか味わえない日本酒なんです。もう私も大好きでいろんな種類飲んでるんですが、今日ご紹介するのはこちら、春クラブです。以前もご紹介させていただきました、京都は京丹後にあります竹野酒造さんの季節限定の春酒、春クラブでございます。ね、でもすごく華やかでしょ、ピンク色でね、のようにこの時期限定のラベルなんです。こちらのお酒、実は私3分の2ほどすでに飲んでおります。味見というほどではもうないんですけれども、ちゃっかりとしっかりと飲んでおります。で、今回は酒米亀のという酒米 100% を使用しておりまして、アルコール度数 15%、 そんなに日本酒にしては高くないですね。室賀生原酒です。入れてみます。では乾杯。すごいフルーティー、華やか、いい香りです。リンゴを思わせるようなね、華やかな香りです。おお、あ、飲みやすい。こうヨーグルトのような酸味を感じながらも旨味、そして後味が綺麗、飲みやすい。開けてしまってるんですけれども、まだシワシワーっとね、若干微炭酸でございます。おいしいわ。今回この春クラブに合わせようかなと思って持ってきたのが、そう、三色団子。皆さん一度は食べたことあるんじゃないですか、三色団子。これね、いつもピンク、白、緑、どれから食べようかなと思いません？そのままガブッと食べちゃう場合もあれば、一つずつね、こう取って食べる場合もあります。今回はそのまま、もきもき、柔らかくて普通に美味しいです。これに、あ、いけるわ。実は日本酒って和菓子にも合うんですよ。意外でしょ。春クラブの甘酸っぱさとこの和菓子、三色団子と合いますよ。三色団子といったらね、こうお花見しながらパクッと甘いものが欲しくなった時に私は食べるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。もうこれだけでも、もうお花見気分じゃないですか。春酒飲みながら桜のお飾り、そして三色団子、そしてピンクのカーテン、これだけでお花見気分を味わえますね。今見ている方、いやー、私は甘いものあんま好きじゃないわという方には、そう、この時期というとホタルイカ、ホタルイカの酢干しを持ってきました。これもお酒のあてに最高ですよね。しかも
今が旬をみりんで味付けされているのではなくて、もう本当に無添加でそのまんまの素材いただきます。やっぱり私は甘いお菓子よりもこういったコタリカの酢干しみたいなあての方が好きです。美味しい。こっちの方がなんかホッとするんですよね。もうちっちゃい時から味覚はおっさんと言われております。そのぐらいこっちのあて系の方が好きなんです。うん、さあ、ということで今回はお家で日本酒を飲みながらお花見気分を味わおうでした。さあ、チャンネルの登録、コメント、高評価お願いします。以上、吉川きの日本酒女子の酒講座でした。またねー。